こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人が持つべき革財布5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕自身ですね、現在40代なわけなんですが、様々なファッションアイテムの中でもここにはお金を投資したいなというものがやっぱりあると思うんですね。まあ、その一つが僕にとってはお財布なんですね。これも世代によってですね、感覚は違うかなと思うんですが、僕と同じように40代の方だとかそれ以上の方はですね、やっぱりお財布に対しては思い入れがあって、ちょっといいものを持ちたいなと思っている方は少なくないかなと思うんですね。ただ財布の情報だとか、どんなブランドがあるのかっていうのはですね、多くの方にとってはあまり更新されてないかなと思うので、今回の動画では現段階で僕たち大人世代に合うようなですね、お財布ですね、5つご紹介をしてみたいなと思っています。で、この5つの中身なんですけども、形状も様々です。これがもしですね、10年前の動画だとしたら、僕はおそらくですね、長財布を多めにですね、セレクトしたかなと思うんですが、時代の流れとともにですね、お金の支払い方も変わってきましたし、ライフスタイルも変わった中で、財布の形状自体も大きな変化が出てきています。まあ、その中で現段階でお勧めできるようなお財布ですね、まあ、バラエティ豊かに5つ厳選してみましたので、まあ、皆さんのライフスタイルだとか価値観だとか、あとはブランドの選び方ですね、こういったところは人それぞれかなと思うので、まあ、ぜひ気に入ったものを検討してみていただければなと思っています。また今回の動画の中では5つのお財布にですね、厳選していますが、皆さんが使っているお財布でこれはいいよ、おすすめだよというものがありましたら、ぜひコメント欄でシェアをしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に40代の大人に合うですね、革財布を皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はこちらですね、ラルコバレーノのスマートカードウォレットですね。これは非常に使いやすいですし、現代のライフスタイルに合ったような、まさに40代の大人の男性にふさわしいようなお財布かなと思っています。まあ、僕はこのラルコバレーノというブランドがとても好きなんですが、まあ、最近では様々なセレクトショップで取り扱いがありまして、例えばバーニーズニューヨークですとか、ユナイテッドアローズですとか、ビームスだとか、エディフィスなんかで取り扱いがあるんですけども、まだですね、スタートしたのは2008年ということで、そこまで歴史があるブランドというわけではないんですね。すべて生産はイタリアで行っていて、レザーの質感も非常にいいんですが、基本的にはフランス産の上質なゴートレザーを使っているのがラルコバレーノの特徴なんですね。まあ、柔らかいゴートレザーに型押しをしていることで、傷がつきづらくて耐久性も高いというところも兼ね備えているのがこの財布のですね、魅力なんですね。またデザインがですね、やっぱりラルコバレーノは美しくて、イタリアっぽいツヤ感と上品さがあって、あとは色合いですね、このあたりのモダンな配色というところが個人的にはすごくいいなと思っています。結構レザー系のお財布って単色でベーシックなものが多いんですが、まあ、その中にも素材使いだとか作りの良さというところはとことんこだわりながらも、ちょっとしたデザインのアクセントだとか色使いの美しさというところで差を出すというところが、まあ、ラルコバレーノの最大の特徴かなと思っています。で、こちらのスマートカードウォレットは、まあ、数あるラルコバレーノの財布の中でも一番人気のアイテムになっていまして、まずはサイズ感がコンパクトなんですね。まあ、僕自身もそうなんですが、最近はあまり大きな財布は持ち歩かなくなったので、これぐらいのコンパクトなサイズがすごく使い勝手がいいかなと思うんですが、ただ小さいだけではなくて、ある程度の収納量も確保されているんで、その点も便利なポイントかなと思います。お札も折りたたまずにですね、収納することができますし、カード用のポケットも7つついています。それだけではなくて、背面にはコインケースもついていますので、お札からカード、コインケースまでコンパクトにまとめることができて、なおかつサイズはかなり小さめで持ち運びがしやすいというところですね。このあたりのバランスで言うと、かなりこれはバランスいいお財布になってるかなと思います。で、このモデルというのはですね、結構各セレクトショップによって別注版のカラーが出てたりだとか、本当に様々なバリエーションも楽しめるので、まあ、ぜひ皆さんが気に入ったですね、配色を選んでみると人との被りも少ないかなと思います。まあ、個人的には今回ご紹介するお財布の中でもかなり一押しに近かったので、一番最初に持ってきました。ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のお財布なんですが、こちらですね、
ベオーマの三つ折り財布になります。このデザイン、どこかで見たことがある方も少なくないかなと思うんですが、ベオーマというブランド名は結構ですね、初めて聞く方が多いと思うんですけども、ホワイトハウスコックスと聞けばピンとくる方は非常に多いのかなと思っています。イギリスのですね、老舗レザーブランドのホワイトハウスコックスのお財布というのはですね、非常にファンが多くて、僕もこれまでのスタイリングで何度も何度もご提案してきたのが、まさにこちらのブランドになるんですね。まあ、残念ながら2022年末にですね、ブランドが終了してしまっていて、結構残念に思っている方も少なくなかったかなと思うんですが、実はですね、このベオーマというブランドは、ホワイトハウスコックスの工場で生産における中心となっていた25人の熟練の職人たちと一緒にですね、新たに工場を立ち上げてスタートしたブランドになっているんですね。あ、このホワイトハウスコックスの持っている歴史だとか、あとは技術力だとか、そういったものを活かしながら、また新たなアプローチが始まるということで、個人的にも胸熱だったので、今回は2つ目にこちらを挙げさせていただきました。まあ、デザインを見ていただくと、ホワイトハウスコックスのしっかりと収納力のある三つ折り財布の形になっていまして、デザイン的に特徴的なのは、ラウンドした蓋の部分ですね。このあたりがちょっと可愛くて、個人的にも良いアクセントになっているのかなと思っています。素材にはブライドルレザーを使っていまして、まあ、堅牢で使えば使うほど光沢感がうっすらと漂って、なおかつ傷さえも一つの味わいとして認識できるような、そんな長く愛せるようなお財布になっているのかなと思っています。まあ、収納量はもう本当にしっかりとあるので、まあ、これ一つあれば、サブのお財布なんかは全く必要ありません。男性が好きな武骨さがあって、長く使えるような堅牢性、そしてやっぱりブランドのストーリーですよね。ホワイトハウスコックスからしっかりと技術を引き継いで新たにスタートしたこのブランド、僕は応援したいなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、ベオーマの三つ折り財布チェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はこちらですね。アエタのウォレットタイプ A ミニですね。こちらは個人的に今一番欲しいと思っているミニウォレットなんですけども、アエタというブランド自体はまだスタートしてそんなにですね、長くはないので、あんまり聞いたことがないという方も少なくないかなと思います。お店だと、僕は結構トゥモローランドだとか、あとは、まあインテリアショップになるんですが、シボネというお店があって、そこを結構好きでよく買い物するんですけども、まあそういったところに置いてあったりだとか、まあ最近ではいろんなブランドとのコラボレーションもしていまして、セレクトショップのエディションだとか、あとはドメスティックブランドのグラフペーパーですね。このあたりともコラボレーションしているので、まあ、ファッション感度の高い方の間では割とこう認知度が上がってきているような、そんなブランドかなと思っています。まあアエダというブランド自体はですね、レザー製のバッグだとかポーチだとかお財布、こういったものをですねメインで取り扱っているんですけども、どのアイテムに関してもミニマルで一切の無駄をですね排除したようなデザインというところが、まあ、現代のライフスタイルだとか、なるべくシンプルに着こなしを楽しみたいという方には非常にマッチしているブランドかなと思ってまして、ブランドのロゴ自体もですね、片押しでちょっとうっすら入ってるぐらいで、ほとんど主張がないんですね。なのでどこのお財布を使っているのか分かりづらいというぐらいですね、無駄を一切排除しているような、そんなお財布になっているかなと思います。こちらのお財布はかなりコンパクトなので、これまでご紹介してきたお財布よりはだいぶですね収納量は少なくなります。ただ普段からそこまで小銭は持ち歩かないだとか、カードも最小限しか入れないという方には非常に使い勝手のいいようなお財布になっているかなと思います。素材はシボ感が美しい牛革を使っていまして、割とですねステッチもですねなるべく目立たないように丁寧に施されているので、本当に無駄のないデザインになってるんですね。で、コインケース部分が L 字のジップになってるんですが、このあたりもですね非常にこう使いやすいような形状になってますし、ファスナー自体が良いですねアクセントとして本体とマッチしているので、このあたりもすごく好きなバランスなんですね。このブランドは結構ユニセックスで使えるというところも非常にですね好評なポイントなんですけども、僕自身もこれはですね何度か実物を見ていますが、本当にシンプルなんですよ。癖がないのでやっぱり長く使いやすいなと思いますし、ブランドのミニマルな世界観も含めて、まあ、すごくですね好感が持てるブランドなので、ぜひ皆さんもですねなるべく荷物を減らしたい方は、こちらのですねアエタのお財布もですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4つ目のお財布なんですが、こちらですね、バージズニューヨークのオリジナルのロングウォレットですね。これはですね今回の中で唯一の長財布になるわけなんですが、
まあ、10年前の動画だとしたら、おそらくですね、長財布3つぐらいはですね、ご紹介するかなと思うんですが、今のライフスタイルを考えると、長財布を持つ方の割合は、だいぶ減ってきたかなと思います。とは言っても仕事柄、やっぱりですね、コンパクトな財布じゃなくて、しっかりとした長財布の方が、威厳が保てたりだとか、立場的にそういったものが求められる方ももちろんいるかなと思うので、まあ、今回こちらをご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、長財布を持つ時にですね、まあ、デザイン性というのはそこまでエッジが効いてないものの方が僕はいいかなと思ってるんですね。まあ、そもそも長財布を持つ場合というのは一定のですね、かしこまった雰囲気だとか重厚感みたいなものを漂わせる必要があるので、ちょっとこうギラついた感じのものよりはベーシックなものの方が圧倒的に使いやすいかなと思うんですが、こちらのバーニーズのオリジナルのお財布に関してはまずは外側の見た目に関してはすごくですねベーシックで使いやすいような雰囲気になってるんですね。素材には型押しのレザーを使っていまして、表面には凹凸があって上品な見え方になっているのと、あとは傷も目立ちにくいので、そういった使い勝手の面でも非常に優れた素材使いになっているかなと思います。で、作り自体もとても丁寧で、高級ブランドのお財布作りもですね手掛けているような国内の優秀な工房で丁寧に仕上げているんですね。シンプルなお財布ほど素材の質感と縫製の丁寧さはとても重要になってくるので、このあたりは抜かりなくしっかりと作っています。で、もう一つ大切なポイントとなってくるのが、ただのベーシックなお財布だとどうしても退屈に感じてしまうんですが、内側を開けてみるとですね、色が変えられているんですね。こちらのお財布、ネイビー、ブラック、ダークグレーの3色になってるんですが、内側の作りはネイビーの場合は内側がベージュになっていて、ブラックの場合は内側がパープルになっています。またダークグレーの場合は内側がネイビーということでツートンカラーになってるんですね。このあたりのちょっとした遊び心というのが個人的にはすごくいいなと思っていまして、一つ目にご紹介したラルコバレーノもこのようなアプローチをするんですが、まあ、結構近しくて個人的にはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、お財布自体の厚みもですね結構薄作りになっていまして、かさばらないんですよね。ものすごく大金を持ち歩くっていう方はですねちょっと物足りないかもしれないですが、今カードだとかモバイル決済とかもできるので、まあ、そういったところも加味すれば、まあ、そこまでですねしっかりとした厚みのものが必要ないという方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、このような薄作りのものの方が上品でコンパクトに持ち運びもできるので、まあ、すごく使い勝手もいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ベーシックで質のいいお財布ではあるんですが、ちょっとした遊び心も効いていて、現代にフィットしたような薄作りであるというところ、そして価格面もですね高すぎないというところも含めてバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、価格的にも 33,000 ということで高すぎないというところも含めてバランスの良いお財布なのかなと思っています。もちろんこのようなロングウォレットはブランドものだともっとですね様々な選択肢もあるんですが、そこら辺はもう個人の趣味嗜好の世界になってくるかなと思うので、まあ、今回はこちらのですね最もオーソドックスだけども品の良いお財布を紹介させていただきました。まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目ですね。このジャンルはですね、一応こうブランドもののお財布ということで、まあ個人の趣味の世界にはなってくるかなと思うんですが、まあ今回は私物のものをご紹介したいなと思います。まあ何度か出てるので、もう皆さんもご存知かなと思うんですが、メゾンマルジェラのスモールフリップフラップというですね、お財布ですね。まあ僕自身お財布大好きで、これまでにですね、何度もいろんなものにトライしてきたんですね。ライフスタイルも変わるし、気持ちもちょこちょこ変わるので、まあ本当にちっちゃなお財布にしてた頃もあれば、逆にまた長財布に戻ったりだとか、かと思えば二つ折りにしてみたりだとか、いろんな変遷を経ているわけなんですが、最近はこちらのマルジェラのお財布に落ち着いているところかなと思っています。実はですね、こちらは仕事用のお財布として使っていて、プライベートはもっとコンパクトなものを使ってるんですね。これはエンダースキーマというブランドのですね、コンパクトな小銭入れみたいなものですね。こちらをですね、普段は使っているんですね。先ほどご紹介したアエタのですね、お財布と結構悩んだ末にこちらにしたんですけども、まあ形状だとか使い勝手的には結構近いところがあるのかなと思っています。これはこれですごく便利なんですけども、サイズ的にはやっぱりちょっとちっちゃいんですよ。なので、個人的にはこのような二つ折りの割とコンパクトめのお財布というのがなんだかんだで
使いやすいのかなと思っています。まあ、長財布は長財布で威厳があってすごくいいと思いますし、こういった小型の財布もいいんだけども、実用性と一定の重厚感というところを考えると、これぐらいのサイズ感がやっぱり使いやすいのかなとは思っています。で、まあ、ブランド物の財布もいろんなものを僕は使ってきました。サンローランも使ったし、マルジェラもこれ以外に3パターンぐらい使いましたし、あとはセリーヌとかも使いました。まあ、本当にいろんなブランドがあって、バレンシアガが好きな方もいれば、ジバンシーが好きな方もいるし、ルイ・ヴィトンだとかグッチだとか、もう王道のお財布が好きだという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、マルジェラは、こう、おしゃれが好きな方にとっては、すごく定評のあるブランドで、まあ、パッと見はそんなにマルジェラというところは分かりづらいかなとは思います。なぜなら、やっぱりこう、ルイ・ヴィトンだとかグッチだとか、そのような、誰もが知ってるブランドではなくて、マルジェラといったらこの四隅をですね、ステッチで留めてあるようなこのロゴがですね、まあ、象徴的かなと思っています。これはこれでもう主張があって、ファッションが好きな方の中では、まあ、見れば一発でわかるような、そんなアイコンにはなっているんですが、一般的にはそこまで認知されてないというところも含めて、個人的にはマルジェラの世界観はすごく好きなんですよね。で、マルジェラって服とかはかなりエッジが効いてるし、価格も高いので、なかなか買いづらいんですね。そんな中で、マルジェラで買うものといったら、僕はスニーカーだとか、あとは革小物になってくるんですが、結構小物に関しては、そんなにこうデザインがエッジ効いてないんですね。シンプルな構造になっています。まあ、二つ折りの財布で、このサイド部分には小銭入れがついていて、結構しっかりめに小銭も収納できます。ただこの小銭いっぱい入れてしまうとすごく膨らんでしまうので、個人的には必要最低限にするようにしてたりだとか、場合によってはもう小銭入れないでここにカードを入れたりだとか、そういうこともあったりするぐらいですね。あとはこことは別にカードを入れるケースもしっかりとあります。今はちょっとあえて全部抜いていますが、まあ、それなりに収納することができるんですね。まあ、お札入れもしっかりとあって、まあ、こちらのコンパクトなお財布に比べればはるかに収納量は確保できるので、まあ、すごく便利かなと思います。まあ、手のひらに収まるぐらいのサイズ感で、まあ、ポケットを中に入れておいてもそこまでかさばることはないですね。まあ、以前のですねタイトシルエットのボトムスだとやっぱりこれぐらいのサイズ感でもどうしてもですねお財布の形状がボコッとなってしまうんですが、最近ボトムスがワイド感があるものが増えてるので割と大丈夫かなという感じではあります。まあ、服でブランド物を使うというのはなかなかですね難しいかなと思うんですね。やっぱりお洋服にはトレンドがありますし、デザインマルジェラブランドというのはエッジが効いてるのでそんなに長くは使えなかったりコーディネートがしづらかったりするんですが、一方で革小物は意外とベーシックで使いやすいものも多かったりするので、ここだけは頑張って投資してみるのも悪くないかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですねお気に入りのブランドのお財布ゲットしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人の男性に似合うお財布5選ということでお届けさせていただきました。本当にですねライフスタイルだとか時代の変化によってお財布のおすすめも変わってきたなと思っていまして、まあ、今回は本当にコンパクトなこういったミニウォレットから2つ折りもありましたし長財布もありました。どの形状がしっくりくるかどうか、まずはここから絞り込んでいくのがいいかなと思っています。その上でブランド物のお財布がいいのか、もしくは老舗ブランドの DNA を受け継ぐようなそんなブランドがいいのか、もしくは伝統自体はそこまで深くはないけども素材使いであったりだとか、あとは縫製が丁寧でなおかつデザインにもちょっとしたアクセントが入ってるブランドを選ぶのか、このあたりは個人によって大きく方向性が異なってくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんの気に入ったお財布をですねゲットしていただければなと思っています。まあ、40代の大人世代こそ結構お財布の存在感はすごく大きいと思うので、まあ、一度買ったら長く使うことも含めてぜひ妥協ないですねお財布選びを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドの解説に関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめにお伝えをしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のライブ配信を行っていまして、皆さんと一緒にワイワイと楽しみながら Q&A 形式で動画をお届けしていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。
こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムを毎日更新をしています。僕自身も毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を投稿することができるので、気になる方はですね、こちらも動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。